いや、めでたい。前、遊戯王のキャンペーン、あ、今日遊戯王、前、遊戯王のキャンペーンで、3000以上の遊戯王カードのグッズを買うと、応募ハガキが1枚もらえて、そのハガキを応募すると、ブルーアイズのプリズマティックレア、なんだ、プリズマティックレアだっけな、プリレアって言うんですけど、そう、ブルーアイズのプリズマシークレットレア、これが3000名に当たるっていうプレゼント企画があったんですよ。ハガキを20枚ぐらい送ったかな。そしたら、なんと、当たりました。世界で3000枚しかないカードなんで、めちゃくちゃ貴重なんですよ。しかも、ブルーアイズっていう超人気カードだし、僕、ブルーアイズめちゃめちゃ集めてるんですよ。めっちゃ嬉しい。で、受け取りが郵送じゃなくて、カードショップまで行って、受け取りって形なので、今日ちょっと取りに行きたいと思います。いや、楽しいなぁ。到着。よっしゃ、行くぜ。楽しみだなぁ。お疲れ様でーす。お疲れ様です。お久しぶりですね。ブルーアイズ当たっちゃったんですよ。いや、やばないですか。え、結構すごいことですよね、これ。じゃあ僕は落選しました。僕25通ぐらい送って0枚。あ、でも25も送ったんですね。さあ、ちょっと今ね、用意してもらってます。なんかいいカードあるかな。おお、アクアバトールが売ってる。アクアバトル698,000円なんだ。めちゃめちゃ値上がったな、これ。これ僕も5枚ぐらい抱えてるんですけど、僕買った時20万円ぐらいでしたもんね。20万とかもう超備品で30万円ぐらい。うわ、万物も上がったな。こっちが日版、こっちがアジアだな。日版18万円。アジア今値上げこんなすんの。アジア今万物こんな上がったんですか。今こんなもんですね。やば、偽売りだともう本当にこんなもんです。アジア30も行くんですね。30近くですね。やばー、めちゃめちゃ上がりました、ね、てかここ半年ぐらいでもうとんでもない高騰してないですか。もうすごいっすよ。原人70万でマジで原人70万っすか。やば、エイルナイト直、エイルナイトはちょっと直です。直ですよね。直です。あの個体によってだいぶ変わってきますもんね。しかも値段はね。でもやっぱ最低でも400とかはもう硬いんで。いや、もう400硬いっすね。僕も400で買ったんですよ、これ。いや、羨ましいっすよ。あれは、あの個体400は安ないですか。いや、僕動画で見ましたよ。そうですよね。めちゃめちゃ綺麗でした。めちゃめちゃ綺麗なんですよ、あれ。めちゃめちゃ綺麗でした。あ、それですか。こちらです。うわー、すげー、見せてください。うわー、はい、ブルーアイズの、これがプリズマティックレアですね。プリズマティックレアでしたっけ。プリズマティックシークレットですね。プリズマティックシークレットですね。うわー、なんかトゥエンティスとちょっと似てますね。そうですね、ちょっと近いです。めっちゃ綺麗ですね。わ、めちゃめちゃ綺麗です。めちゃめちゃ綺麗な個体。しかもこれ、これね、あの未開封なんですよね。あのちゃんとこの袋に入ってる状態。またこれコレクターはね、この未開封っていうのがねポイント高いですよね。未開封ブランドですね。そうです。これ開けちゃうとぶっちゃけ価値結構落ちますもんね。いや、僕めちゃめちゃ開けたいタイプなんです。ファイリング派なんで。あ、なるほどね。入らないんですよ、未開封。いや、未開封だとこれコレクション困るっすよね。あ、困るんですよね。でも最近その未開封用のなんかフレームとかもあるんで買ってきます。そういうので綺麗に下がったりとか。そうなんだ。じゃあこれは僕のコレクションになります。ちなみに、はい、これって売ったらいくらなんですか。一応その電車の中とかで相場調べたりとかして、今日も多分買い取り来ると思うんで。ですよね。でも、うん、最初だったらやっぱ35万円ぐらい。35万円最初で35万円ですか。じゃあこれもし再販とかされないで1年2年、はたまた5年10年置いといたら、いや、もうすごいことになる可能性ありますよ。やば、もうマジ一生の宝物だ。俺懸賞で初めてなんですよ、ここまで高額のものを当てたのって。本当に全く当たんなくて、懸賞っていうの初めて当たる。ありがとうございます。家に帰って大切に保管したいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。ちょっと今からまた僕のコレクションを査定してもらうという動画を撮りますので、そちらの方もアップされると思いますので、ぜひぜひお楽しみに。ということで、ありがとうございました。